はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でこの右下のですねオーディオが有効になっておらず、デバイス出力デバイスがありませんと表示されてしまって音が出ないという現象になった時の、対処方法についてご紹介していきます。でこのように、ある一定のタイミングで今まで使えていたですねオーディオのデバイスが使えなくなってしまっているという場合は Windows 10の大型アップデートをした直後によってですねドライバーの不具合が起きてしまってそのためですね音が再生されなくなってしまったという原因になっている可能性があります。でその場合はですねまずはじめにスタートボタンから設定をクリックします。そして設定画面で更新とセキュリティですねこちらをクリックします。そして次にこの Windows アップデートの画面で更新プログラムのチェックの下にですねオプションの更新プログラムの表示というものが出ているかと思うのでこちらをですね一応クリックします。そうするとオプション更新プログラムというものに画面が切り替わるのでここでドライバー更新プログラムというところですねこちらの左側のこの三角のこの矢印のようなアイコンですねこちらを一度クリックします。そうするとこのドライバー更新プログラムの中身がですね表示されますのでここでこの一覧で表示された中にオーディオとかサウンドとかそういったですね単語が入っているもののドライバーをですねもしある場合はここでその対象のドライバーの左側にあるこのチェックボックスを一度クリックしていただくとこのようにチェックが入りますのでこの状態になったら下のダウンロードしてインストールですねこちらをクリックします。そうすることで対象のですねオーディオやサウンドのドライバーが新しいドライバーに更新されますのでその状態で、もう一度ですね再起動と行った後にサウンドがですね再生されるようになるか音が出るようになるかっていうのをですね確認してみてください。